号司会者でございます。宮川太志千葉県議会議員へといただきたいと思います。ご紹介いただきましたけれども、選出の千葉県議会議員宮川太志でございます。今井恵子先生の県連の担当ということで、今回千葉県内の応援を一生懸命させていただいているところでございます。ただいまご紹介いただきました全国比例2期目を目指します今井恵里こと申します。私は国会議員として6年間務めさせていただきました。また初めての選挙の時にこの場所で訴えをさせていただきました。今日は多くの方が足を止めていただき、暑い中ちょっと風が多い中で耳を傾けてくださり、本当に本当にありがとうございます。もう今は芸能人ではないですから、ぜひスマホでカメラを撮って、ね、お友達とか、またあここに今井恵里子いたよと SNS などどん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 拡散してもう結構ですので、皆さんどうぞよろしくお願いします。今日は全国どこでも、全国どこに住んでいても、今井恵里子と立てる2枚目の投票用紙、全国比例という選挙区で立候補しています。今日は私のお話を聞いていただいて、皆さんに判断をしていただきたい。今井恵里子と書いていただけるようしっかりと思いを述べさせていただきたいと思います。その上で皆さん自身で判断をして投票していただきたいと思います。私今井恵里子12歳の時にスピードでデビューをしました。今日集まっている皆さんの中にスピード世代いらっしゃいます？ありがとうございます。スピード世代、ありがとう上田さん、ありがとうございます。でもね、スピード世代の皆さん30代40代投票率がなかなか上がりません。今日はね、どうかお力をねお貸しいただきたいと思います。そしてこれからの日本を語る上で、私たち世代が今後中心となってこの日本を作っていかなければいけない、そういった思いで参議院選挙を臨ませていただいております。私は20歳で結婚、21歳で息子を出産しました。子供は1人です。年齢は今年で18歳になります。職業はプロレスラーとして今頑張って試合をしています。ありがとうございますこの砂町にはね、女子プロレスのねマーベラスという団体が、名古屋支部さんのね団体がある場所なんですけれども、息子は生まれつき耳が聞こえないという聴覚障害があって生まれてきました。息子が生後3日目の時に初めて聞こえないことが分かり、神様を憎み、自分自身も憎み、育て方が分からない不安から押しつぶされそうになりました。息子が3歳の時です。初めて24時間テレビで息子の聴覚障害のことを公表しました。その当時は障害をオープンにするようなそういった空気感はあまりなく、批判もいただきました。ですが同じ境遇のご家族、そして当事者の皆さんからたくさんのメッセージをいただきました。自らの抱えている葛藤、不安、そして私たち親子へのエールなど、全国各地からメッセージをいただき、胸が熱くなったことを今でも覚えています。私が苦しむ人々のために社会を良くしていきたいと決意した瞬間でした。それから私は約10年間ボランティア活動を続けてきました。全国各地、また世界にも行きました。学校や施設、障害のある子ども、親に虐待され苦しんでいる子ども、一般の子ども、すべての子どもたちに互いを認め合える
いろいろな法律に立ち止まり、そして行動を起こしてきました。今日皆さんに手元にお配りしていますビラの後ろに実績など書かさせていただいております。例えば障害があって障害者が利用しやすい書籍やメディアの充実、また30年も変わっていなかった特別支援学校の教科書の改訂、発話が困難で耳が聞こえない人が電話をかけるとき、手話通訳オペレーターやボディチャットを介して電話がかけられる制度の確立など、当事者の皆さんの声を吸い上げて政策に反映させてきました。また内閣府大臣政務官の時、コロナ禍において DV 相談件数が過去最多となりました。少しでも多くの女性の方を守りたい、そういった思いで24時間365日相談できる窓口 DV 相談プラスという窓口を開設し、女性や若者を守る政策にも取り組ませていただきました。これからは女性支援の窓口の一元化、また子どもたちが学びたいことを学べる教育の機会の保障、そして教育の質の向上を目指して一面しっかりと取り組ませていただきたいと思います。そして今世界に目を向けると、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、日本の安全保障、国防の在り方、しっかりと考えなければなりません。私は沖縄県生まれ、沖縄県育ちです。沖縄は日本の安全保障の要です。日本全体で見ると米軍基地は沖縄に集中をしています。その中でも住宅街のど真ん中にある一番危険だと言われているのが普天間基地という基地なんです。この普天間基地をめぐって、返還をめぐっていろいろな今議論が展開されています。私は一刻も早く普天間基地を早期に返還をし、そして辺野古に移設する、そのことを推進して、一日も早く市民の安全、普天間基地の周辺の皆さんの命の安全に向けてしっかりと尽力していきたいと思います。戦後77年、この世界では勢力図が大きく変わってきました。自民党は今後5年間で防衛力を強化していく方針です。それに伴い防衛予算も拡充していきます。私は諸外国並みの GDP 2% といった金額ベースの議論終始することなく、真に必要な防衛予算を確保すべきだと考えます。なぜなら変化が大きいだからこそ、私たちの命は私たちで守ることができる、そんな日本を作っていかなければならないんです。スピード世代の方、これから日本の中心となる存在、私たちで日本の平和と、そして子どもたちの未来に向けて一緒に頑張っていきましょう。そして今井絵理子、平和の実現に向けて自民党に足りない部分はそれを補い、埋めていく役割をしっかりと